Hey guys, やっほー。3月14、15のビーチコーミングの動画になります。久しぶりに状態のいいおはじきを見つけました。この青色が好きなんですけども、小さいサイズしかないんだよね。タイルが埋まってるのを見つけたんですけども、残念ながら欠けてたので、戻しました。可愛い模様入りの陶器とユニークなタイルを見つけました。茶色のタイルは初めてです。暗闇の中で光りそうな緑のタイルを見つけました。すごく綺麗でポップな黄緑色で、今まで見つけたタイルの中で一番お気に入りです。タイルの左下のシーグラスが涙っぽくてお気に入りです。ミルキー系のシーグラスはあまり見ないような気がします。瓶の下の部分かな。14日に集めたものになります。やっぱ一番はこの黄緑色のシータイルがお気に入りですね。ものすごく綺麗です。わかりづらいですけど、薄ピンクのシーグラスも拾いました。これは面白い形してるなぁと思って拾いました。この鮮やかなブルーもお気に入り。ここからは15日の動画になります。前日に拾った貝に入れて集めました。ね、これマジでやらせとか、前日に私がわざと置いたものとかではなく、本当に適当に歩いてたら見つけました。なんだろうと思って家に帰って調べてみたら、三つどもえの、神社とかお寺にある瓦みたいですね。すごくレアだと思います。よりかはパンチが少ないけど、結構大きめのぷっくりしたシーグラスです。これはなんか石にサンゴなのかな、よくわからないけど、ピンクっぽい紫っぽいものがぷくぷくぷくってひっついてて、
なんか可愛い、面白いと思って持って帰りました。何なのか分かる人教えてください。ここはケアのサーフポイントです。15日に集めたものになります。この小さなタイルが可愛いです。青のりがかかったようなタイルも見つけました。でこぼこしたテクスチャーが入っているシータイルも見つけました。粉をいいですね。まあシーグラスはこんな感じで特に珍しいのはなかったんですけど、もうこれが本当にびっくりしました、こんなのが流れ着くんだと思って、あと状態もそんなに悪くないので、すごいいいものを発見したなって思います。以上です。チャオ。